KTM-19 は、ロシア連邦の輸送用機器メーカーである、ウスチカタフスキー車両製造工場が製造した、路面電車車両。ループ線が存在する路線向けに設計が行われた、ボギー車で、71から619という、車両番号も有する。1990年代末期から2010年代、前半まで長期にわたって製造され、その中で、 車体構造や電気機器が異なる複数のバリエーションが展開された。この項目では以下の4形式を中心に解説する。また形式名の記載については車両番号を用いる。クトマ1992年のソビート連邦の崩壊直後、ロシア連邦に本社を置く各地の大規模機械メーカーに対して他国企業との共同事業が認可された。それを受け、 ソ連時代から路面電車車両の製造を手掛けていたウスチカタフスキー車両製造工場も同国のディナモ工場ディナモに加えてドイツのシーメンスデュワグと業務提携を結び空気バネを用いた台車やプラグドア方式の乗降扉などの新技術を多数採用した KTM-16 を1995年に2両試作した。だが 海外製の部品を導入したことにより製造、購入費用が高額となるという課題があり、量産は行われなかった。そこで国内製の機器の割合を高め、費用を抑えた新型路面電車車両として開発されたのが71から619である。片側に流線型の全面を有するボギー車で、車体デザインは71から616に準拠しており、 右側面4箇所にプラグドア式の乗降扉を有し、総括制御による連結運転も可能な構造であった。電気機器もサイリス体操制御に対応したものが搭載されていたが、71から616が海外製であった一方、71から619はロシア連邦モスクワのクロスナモーターが開発した主電動機。 MRK1 やサンクトペテルブルクのラジオポール製の制御装置が採用され、機器の国有化が図られた。制動装置は発電ブレーキ、ドラムブレーキ、電磁吸着ブレーキが用いられた。1998年から1999年にかけて2両が製造され、チェリャビンスクデンに導入された1両は71から616と同様に強制換気。 暖房機能を有する空調装置が搭載され、側窓が固定式となっていた一方、モスクワ市電向けの一両は空調装置が搭載されておらず、上部の小窓が開閉可能となっていた。両社とも導入後は営業運転に使用されたが、国内製電気機器の信頼性の低さにより故障が相次ぎ、早期に運用を離脱した。 そのうちモスクワ市電向けの一両については2005年に、寿司の技術工場に修繕のため送られた後、2008年に路面電車修理工場で、モスクワのイープローが製造した誘導電動機の搭載が行われ、形式名も、ふとまに改められている。71から6 1 9系、ウスチカタフスキー車両製造工場では、 サイリスタ一層制御方式を用いた71から619と並行して電力消費量こそ多いが既存の車両の機器と互換性を有し製造導入コストも安価な抵抗制御装置を搭載した車両の開発も実施したこれが71から6 1 9系である車体構造やデザインは71から619に準拠しているが乗降扉は内側に開く 引き戸式に変更されている。車体左側には乗降扉がなく、作業用のハッチが車体下部に参加しを設置されている。一方で、台車や機器は同時期に生産されていた71から608、ケムと同一の抵抗制御に対応したものが採用され、互換性が図られている。1999年から製造が始まり、首都、 モスクワのモスクワ市電をはじめとするロシア連邦各地の路面電車路線へ向けて2012年までに計176両が製造された。そのうち2007年以降製造された車両については、車体設計が一部変更され、形式名が71から 619K-03 に改められたほか、車体や台車の構造が異なる以下の車種が製造された。 71から 619KT1980 年代以降、ウスチカタフスキー車両製造工場では、機器の信頼性が高い従来の抵抗制御を用いた上で、消費電力が削減可能な改正ブレーキに対応した電気機器の研究が進められていた。ソビエト連邦の崩壊の影響で一時中断していたものの1990年代後半には再開され、 1999年に71から 619KT-01、翌2000年に71から 619KT という台車の形状が異なる2種類の車種が作られた。そして試験成績や比較実験をもとに2004年以降校舎の量産が開始された。電力の回収が可能な回生ブレーキを導入するため、主電動機は 副管電動機が用いられ、冷気ブロックを用いた電力調整が可能となっている。台車は側量が,が車輪の内側にあるインサイドフレーム式が採用され、制動装置として機械式、ドラムブレーキや電磁吸着ブレーキが搭載されている。これらの機器はマイクロプロセッサによる自動制御や管理が行われ、運転台には機器の状態が表示可能なディスプレイが設置されている。 車体は71から619系と同型だが、屋根上に強制換気装置が搭載されている点が異なる。側張りや軸バネを有する台車を用いた71から619、KT-01 は2001年から2004年まで3両が製造された一方、71から619、KT は2000年から2011年まで試作車を含めて K415 両の大量生産が実施された。また、ロストフなど主電へ向けても、基間 1435mm に対応した71から6 1 9ケイティが2両製造された。71から 619A 電気機器の技術の進歩とともに、従来の直流電動機や抵抗制御方式と比べて、 消費電力の大幅な削減やメンテナンスの容易さなどの利点を持つ誘導電動機や VVVF インバータ制御方式の需要が高まったことを受け、薄地カタフスキー車両製造工場が開発したのが71から 619A である。製造にあたっては、トラクションコンバータ、IT-1 や運転台、乗降扉など、カノープスが製造した部品が多数用いられた。 台車については、初期の車両は、ショックアブソーバーを搭載し制動装置も、ディスクブレーキに変更した、インサイドフレーム式が採用された一方、2008年以降に製造された車両は、軸バネや軸受け箱が搭載された台車に変更され、車両の振動がより抑えられた。車体は、従来の車両と、ほぼ同型だが、前後の、肩開き式上降扉の幅が7 0 0、mm、トルと、 狭くなったほか、左側面の作業用ハッチの配置も変更された。2007年から製造が行われ、台車の構造や電気機器が一部異なる71から 619A-0H とともに、2012年までに213両が製造された。ロシア連邦の首都モスクワを走るモスクワ市電には、1999年の71から619以降多数の車両が、 導入されたが、2010年代以降71から 931M ビチャズ M をはじめとした、超低床電車の大量導入による高床式車両の置き換えが進んでおり、71から619、および発展形式もその対象となっている。ただし、車齢が若いこれらの車両は、シベリア地方をはじめとしたロシア各地の路面電車への譲渡が積極的に行われている。 KTM-21, ありがとうございます。